韓国のコンビニエンスストア GS25 は韓国教育放送公社のジャイアントペンテレビと正式ライセンス契約を締結し人気キャラクターペンスとのコラボレーション商品を披露すると30日明らかにした来月ペンスのノートステッカーセット等身大が同封されたバレンタインデー企画セット3種に続き ペンスの磁石とグッズが含まれたホワイトデー企画セット3種を順次発売する予定だ。3月中にはペンスのキャラクターを活用した様々な自社ブランド商品も披露される。GS リテールの関係者は、GS25 とペンスはコンビニ業界単独で進行する今回のコラボレーションを通じて、ぴったりの相性を披露し、 顧客に差別化された価値と喜びを伝達すると述べた。